元歌吉弥は、朝鮮民主主義人民共和国早々期の政治家。ロシアに移民した朝鮮民族、いわゆる高麗人の代表的人物の一人であり、ソ連名は、アレクセイ・イワノビチ・ヘガイ。朝鮮名の、ホガイは、名字のヘガイをもとに自ら名乗ったもので、本来は、ロシア式の名しか持っていない。1908年。 ロシア帝国領ハバロフスクの高麗人家庭に生を受けた。父親は朝鮮人学校の教師であったと伝えられる。高麗人と呼ばれる朝鮮人移民がロシア円回収に流入を始めたのは19世紀中央のこととみられている。政府はこれらの移民を時には有益な労働力として利用し、また時には国境の不安定要素として強く警戒した。 彼の生涯は、こうした時の指導者たちの思惑に翻弄される、ものであった。1911年に、母が亡くなり、その数ヶ月後に、父が自殺した。兄弟と共に、金山で子夫として、しばらく働き、非熟練労働者もしくは小さな商売をする、行商人として、生計を立てていたおじに育てられた。当時、高来人たちの多くは、 経済的苦境に身を置いていたが、それは若いヘガイにも同様であった。1920年、ハバロフスクのタバコ工場で働き始めたが、新聞売りや理髪店の見習い、ヒアートイ労働者と何度も食を変えなければならなかった。ただ彼は読書好きであり、様々な職に身を投じながらも学業に励んだ。ヘガイは、朝鮮人学校に行き、そこから、 ロシア人中学校に進学した。1924年、共産党の青年組織であるコムソモールに加盟。1926年頃から将来を期待された先住職員として多くの会議や集会に出席し、1930年11月、22歳でソビエト連邦共産党の一員となった。この時推薦人となったのは、 当時の高来人社会の指導者的存在であった、アファナーシー・キムと、極東地方コムソモール委員会初期のリソフスキーである。以後も順調な昇進を続け、1936年末には、高来人の自治地であるポシェと、朝鮮民族地区のコムソモール第一初期に、また翌年には、同地区の党、第二初期にそれぞれ就任した。なおこの時の同僚活動家たちが、 後の北朝鮮早々期におけるソ連派の中核を占めることとなる。しかし、日本とソ連との間に緊張感が高まるにつれ、高麗人たちは厳しい監視下に置かれる。彼らの住む地域は国境を挟んで日本領に隣接し、そしてその国境の向こうにはその民族的同胞である朝鮮人たちが暮らしている。スターリンはこの高麗人居住地が、 日本のスパイの温床となることを恐れた。実際には、高来人のほとんどは、ソ連政府を支持していたが、日本軍がこの地で、朝鮮人を使って、徴兵活動を行っていたのもまた事実であった。スターリンは彼ら高来人に強い猜疑心を抱き、高来人が、国境地域にいる限りスパイの侵入は続くと、考えていた。かくして、日本との関係を疑われた。 高齢人党幹部たちは次々と粛清されていった。第一人者であったアファナーシー・キムも1936年関東軍と通じて反訴暴動を起としたとして逮捕される。被害も例外ではなく役職を解かれ党を除名されてしまう。そしてスターリンの疑念は原理府ュシコフの指揮のもと1937年から行われた。 全高霊人の中央アジアへの強制移住という暴挙に決実する。多くの悲劇をもたらしたこの強制移住であったが、しかし、え、イは、この移住のどさくさに紛れて、関係の目を逃れ、粛清を免れることに成功した。1939年、え、イは、復党を認められる。第二次世界大戦においては、ウズベキスタンの地区党委員会書記などを務め、 党の中堅幹部として活躍した。終戦やとソ連政府は、自らの指導下にある朝鮮民族の共産党員たちを、自軍の占領する北部朝鮮へ送り込んだ。彼らは当初、ソ連側の通訳官という立場に過ぎなかった。しかし彼らは、絶対的な権威を持つソ連側とのつながりを武器に、やがて同胞である朝鮮人社会の主導権を握ることとなる。 こうした状況は通訳政治とも呼ばれる。そしてその通訳たちの中心を占めたのがかつて宴会州に暮らし、今は中央アジアの地に住む朝鮮人移住者イコール高麗人たちであった。ソ連からのこうした高麗人派遣は計画的、組織的に行われ、党組織などについての教育を受けた高麗人たちが続々と母国朝鮮の地を踏んだ。 元歌吉美という朝鮮式の名を名乗るようになった、かつてのアレクセイヘガイも、その一人であった。金日成と元歌吉美彼らは、権力の中枢に立った、金日成。彼もまた、ソ連軍大意の軍歴を持つ抗議の、通訳の一人であった。ともに、この、朝鮮の地に、強力な社会主義国家を建設すべく活動した。とはいえ、 その幹部と目された人物たちは、社会主義者という共通点こそあれ、その出自、経歴、背景は様々であった。金日清は、満州を中心に活動したパルチザン出身、朝鮮半島において、長らく地下活動を続けてきた者も,もあれば、中国共産党の指導下にある者も,もあった。その中で、高来人グループは、ソ連派の名で呼ばれ、 実務経験豊富な元歌吉しはその主会とみなされた。金日成はもともと軍人であり党組織などの実務面には疎かったため、朝鮮労働党創立、朝鮮民主主義人民共和国建国にあたり、中心的な役割を果たしたのは元歌吉しをはじめとするソ連派の人物たちであった。新たに組織された内閣においては、 元歌吉見は四人の副首相の一人に就任し、後に、党副委員長、党書記などを歴任した。党問題の教授と呼ばれたことからもわかる通り、党組織の運営は、もっぱら彼の手に委ねられることとなった。ソ連派は、元歌吉見をはじめとして、権力の中心に立つよりは、専門家として一歩を引いた立場から実権を握った。建国当初の各省庁の副総が、 全てソ連派で占められていたことは、その象徴的な構図である。一方で党においては、中央委員の4分の1、政治局員の3分の1を占め、さらに各地方の責任者をソ連派で独占するなど、主導権を握った。一方でそれは、派という名に反して、出自を同じくする他は、緩やかなつながりしか持たないグループでもあった。彼らのリーダーが、元歌吉見であることは、 注目の一致するところであったが、それは、必ずしもソ連派の党員が、元歌吉美個人に忠誠を誓うことを意味しなかった。とはいえ後年の金日世の球団に従えば、彼らは、強い連帯意識を持つ厳然たる、派閥であり、元歌吉美は、彼の功績によって建国された北朝鮮において、今やナンバー3の地位を占める最高幹部の一人となっていた。 元歌吉見は、近日制同様、大韓民国打倒による、朝鮮半島統一を主張していた。これに冷淡だった、スターリンも、中華人民共和国の成立による東、アジア情勢の変化もあって、アメリカの介入は避けられると、判断、ついに、ゴーサインを与えた。1950年6月、朝鮮戦争勃発。しかし早期決着を狙った思惑は、 外れ、戦線は膠着した。金日成は、改戦を主導した自分の責任に半ば、放火無理する形で、他の幹部へ強い批判を行った。元歌吉美は当初これに同調し、その声明を代筆したと言われている。しかしこうした、金日成の姿勢に非難が集まると、転じて、ナンバーに、僕ケニエと共に、金日成に批判的な立場に立った。 これに対して、金日成は、自己の権力基盤強化のため、元歌よしの追い落としを図った。元歌よしは、肩の上でこそ、ナンバー3の幹部に過ぎなかったが、実際には、党組織全体を掌握し、そして同時に、ソ連の代理人というべき立場にあった。権限集中を狙う金日成にとっては、まさに目の上の単個部というべき存在だったのである。 1951年11月、労働党第4回全員会議で、金日成は、党組織についての問題点を批判した。当時戦争の混乱もあって、労働党員の数は、伸び悩んでいた。これは党を脱退した人間が多かったことに加え、配送時に、党員証を紛失した党員に、厳しい態度で臨んだことが原因だったとされる。 金日成はこの官僚的姿勢を徹底的に批判して、党のさらなる拡大方針を打ち出したのである。金日成はその名を一度も出さなかったが、党運営に対する批判はすなわち、その責任者である元歌義美への批判そのものである、ことは、明白であった。元歌義美は、直ちに全面的な自己批判を行い、金日成の前に屈服した。彼は、 党副委員長、党初期の地位を外され、代わりに副首相の地位についた。名目上は、元歌よしみはなおも、政権の中枢に止まったが、党の実務から切り離されたことで、彼はその権力基盤を喪失することとなった。そもそも、ソ連本国と強いパイプを持つソ連派のリーダーである、元歌よしみを党運営から外すことは、モスクワの指示なしには、 不可能であったはずである。すなわちこの失脚は、元歌よしみを、ソ連、スターリンが見捨てたことを意味した。また、ソ連派の同志たちもこれを目下した。党の実権を握った、金日成は、積極的な党員獲得策に出た。こうして新たに加わった多くの党員たちは、金日成個人に忠誠を誓い、党における元歌よしみの影響力は、 完全に払拭されるに至った。元田吉見への追求はこれにとどまらなかった。朝鮮戦争終局に向け、金日成は、さらなる粛清を観光した。そのターゲットとなったのが、金日成と並ぶ、ナンバー2であり、朝鮮戦争に際して二党体制を形成した、僕県営であった。朝鮮共産党初代リーダーであり、国内派の主会と目された、 彼に向けられたのは、アメリカ軍との密通と、近日生に対するクーデターの容疑であった。そして国内派の人物が、次々と、逮捕されていく中、元歌吉美は突然死去した。1953年7月2日のことであった。その死は自殺であると発表された。元歌吉美は、その直前、戦火で破壊された。 居住区の復興についての消極的な姿勢を、求断されていた。また個人的に親しかった、僕県営の失脚、粛清は、彼の絶望をより深いものにしたと考えられている。この時点で彼自身には追求の手は伸びていなかったが、それも、時間の問題、と彼が悲観したのは、想像に難くない。追い詰められた、彼には、後にソ連派のメンバーがそうしたように、 ソ連国内へと帰国する道もあった。しかし、彼を批判する人間の中には、ソ連派のかつての同志もいた。彼はこれを、ソ連が彼を見限ったことを示す、最後通帳であると判断し、帰国を諦めたと考えられている。一方でこの死には、不審な点が指摘されており、実際には、金日成による処刑であったとも言われている。 元歌義美は、死の二日前、ソ連側の参事官、スーズダリオフを訪ね、自らが批判され、副首相の任を解かれそうだということを語った。彼には、対外貿易省への広角人事が示唆されていたが、近日政が信用できないとも述べた。そしてその直後、彼は、遺体で発見されたのである。元歌義美の失脚を支持した、ソ連派有力者たちであったが、 1956年、中国系の延安派と組んで、クーデターを起とする。これは、スターリン批判に高応したものであったが、結果彼らは、カウンタークーデターにより、権力の座から一掃された。この出来事は、8月中波事件と呼ばれている。ソ連の影響力排除を狙う金日清にとって、彼ら、親とい外国人的な勢力は、もはや用済みでしかなかったのである。 処刑を免れた人間は、中央アジアの地に帰国し、ここに北朝鮮におけるソ連派は壊滅した。油性鉄は元歌よしみについて、才能があり実務はできたが、人格的に一国の指導者になれる器量を持ち合わせていなかった。ひどい酒飲みで、飲めば飲むほど酒癖が極端に悪くなる人物で、大酒を飲んで何度も集体を演じ、 このためソ連占領当局とは必ずしも全面的な信頼関係を築けなかったという。ガ害や名前の元となったヘガイの害は朝鮮系ソ連人では家の人という意味で使われる言葉だが朝鮮の公海道や平安道などの地方では犬を指す方言として使用されており地方によってはやついう意味の俗語で使われていた。 ソ連系朝鮮人に対する北朝鮮の人々の反感もあって、捕害という解明を忠告する人物はいなかったのだろうと言われている。元歌よしみという名前を提案したのは、金ささぐであったとされる。噂によると金ささぐは、設備時の害を名前にして、歌よしみにしたという。北朝鮮で元歌よしみと働いた多くの者がこの話に言及しているが、 彼らの誤解である可能性もあった。ありがとうございます。